おはようございます。サトシイノです。本日はですね、第12回ガチサバということで、本日初登場のホールさんになります、愛知県豊田市にありますゴールド玉越藤岡店さんの方に来店しての実践となります。それではですね、まず前日の下見の方の動画撮ってきましたんで、まずはそちらの方をどうぞ。こちら玉越グループさんがなんか5のつく日が強いらしくて、こちら花ドラゴン花なんですけども、かなり確率がいい台もありますね。今日はその玉越グループが強い5のつく日ということで、ホール全体も結構こんな感じで、履歴がいい台がちょこちょこあります。で、僕今日朝からですね、実際下見をしに来て、朝のお客さんの動きとかを見てたんですけど、常連さんの動き聞いてるとやっぱり花系に行かれてる方と、あとですね、こちら、戦国乙女をはじめとしたですね、信頼がですね、今日から導入されたということで、信頼に行かれるお客さんも結構多かったですね。今日はこのキング花なんかも結構データは良さそうですね。5000ゲームちょっと回って、ビークが22回、レギュラーが17回ということで、ガスタも132分の1ということでいいですね。以上ですね、僕1週間の平均のデータをちょっと取ってきたんで、ここでちょっと軽くお伝えしたいんですけど、ドラゴン花とキング花とクイーン花、こちら花系は3種類あるんですけども、玉越藤岡店さん、こちらドラゴン花が、約1週間のを平均するとですね、1日約2498ゲームで、合算が 167.3 分の1です。で、これは設定3の近日です。で、キング花こちらが1日平均すると2356ゲームで、合算が 172.1 分の1です。これも設定3ぐらいの合算です。で、クイーン花これが1日平均が2561ゲームで、合算が175.9 分の1ということで、こちらも設定3ぐらいの近日に、なってます。で、なんでこんなに設定平均設定が高い感じになってるかというと、ちょっと僕の口からは大人の事情で言えませんが、あれが違うんですね。あれが違うんで、ベースが基本の設定のベースがちょっと高くなってます。なんで、明日の立ち回りのポイントとしては、ベースが高い分、設定のベースが高い分、設定狙いを基準とした立ち回りをしないといけないのかなということで、ちょっとふわっとしてますけど、ちょっと想像してください。あれが違うんです。はい。現状ですね、データを見た感じ、癖とかそういうのもはっきりとしたところはやっぱつかめてないので、どうしようかなっていうところなんですけど、一個気になるところがあるんですよ。ドラゴン花、キング花、クイーン花のベースのベースというか、1週間さらしたら平均設定が3ぐらいの数値に落ち着きましたと。で、1個だけ平均設定というか平均の確率が4ぐらいの機種があるんですよ。それがこちらマタドールですね。これがですね、1週間の平均をまとめると、1日平均2517ゲーム回ってまして、で、合算が 155.6 分の1と、これちょうど設定4ぐらいの数字なんですよね。いや、マタドールなかなか12台置いてあるホールとかないんで、結構ホールさんがもしかしたら押してる機種なのかもしれないなっていうところは今感じてます。で、履歴見てもやっぱりこんな感じでしっかり回数ついてる台多いですし、もしそのノーマルタイプ、 A タイプ系で、設定狙いをするんであれば、この基本のベースが高そうなマタドールを選んだ方が負けにくくて勝ちやすい機種選択になるのかなと、そういうふうに思ってます。はい、というような感じでですね、前日の方を下見させていただきました。で、データの方はですね、ネットの方で見れたので、1ヶ月ぐらいのデータは取ってるんですけども、その辺含めて昨日の夜いろいろホテル帰ってまた考えまして、あと残り4戦で2回勝たないと最低でもノルマはクリアしないといけないんで、今日はちょっとかなり固めに立ち回りたいなと思います。で、早めにちょっと6勝をクリアして、またいろいろお見せしたい立ち回りもあるんでね、そちらの方をちょっと頑張っていきたいなと
思います。はい、それとですね、本日の立ち回りとは全然関係ないんですけども、帽子をですね新しくしました。でもう6月ということで、もうだいぶね気温も暑いんですよ。で前かぶってたハットだと暑くてちょっとね汗かいちゃうんで、ストローハットにしました。でこの夏はですねこの帽子とともに、頑張って立ち回っていきたいと思います。で残りあと4戦、4戦のうち2回勝てば最低ノルマクリアしますんで、そちらをですね、何とかクリアして継続に向けて頑張っていきたいなと思いますんで、本日第12回ガシサバよろしくお願いいたします。頑張ります。朝一の入場です。本日ですね、並びが10人いないですね。日付が6月の今日6日っていうことで、日付的にはかなり暑そうな日付なんですけど、ちょっと店内の状況どんな感じになってるか。おはようございます。おはようございます。昨日僕下見朝来た時は図柄全部7揃えてあったんですけど、今日は昨日のままの出目っぽいですね。でちょっと朝一は常連さん、前の方に並んでたお客さんがどんな台に座るかを、見て、打つ台を選びたいと思います。はい、第12回メーカーさん始まりました。今回も私ティクネット山田となぜかまた呼ばれましたコスチアンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回初めてのホールさんということで、またデータをいっぱい取ってですね、しっかり調べてますね、本当に、はい、すごいですね、俺適当に打っちゃいそうですけどね初めてのホール、うん、報道ですか、うん、分かんないからいいやんみたいな、まあ、愛知のホールさん、結構データ見れるホールさん多いので、ネット上でですね、うん、まあ、それやったら俺も見るかもしれないけどな、やっぱ強みといいますか、しっかり強気かなんかで狙ってるのか、もしくは朝一だけリセット狙いで打ってるのかっていうような感じですかね。この82番台僕の今日の狙い台の第一候補だったんですよ。でお客さん今日、まあ、10何人ぐらいしか今まだホールにいらっしゃらないんですけど、ピンポイントで、お客さん座られてるってことはどうなんですかね、狙ってたのかもしれないですね。でちなみになんであの台を狙ったかというと、ホールさんの傾向的に前日出てる台の隣の台が結構回数ついてたりとか、いいデータの台が多かったんで、ちょっとその辺の関係であの台を今日は狙ってたんですよね。であの台はこう数日間かけてこう隣に1個ずつ高設定が動いてたような履歴で、じゃあ明日は、あ、今日はここに入るんじゃないかなと思って、あそこを、まあ、候補台として挙げてたんですけど、ピンポイントで座られてるってことにはちょっとなんかあんのかもしれないですね。はい、お待たせしました。それでは朝一ですね、打っていきたいと思うんですけども、本日一発目、マザトールで勝負したいと思います。で、まあ、ノーマルキーなんですけども、4月だったかなになんかその 花じゃない30杯を増大したらしくて、それがこのマザトールなんですよね。で12台入ってて、今多分ホールさんが推したい機種ということで甘く使ってると思うんですよ。でちょっと他の機種でもこせて入りそうなところあったんですけど、マタドール全体のベースが高いってところで、まあ、負けづらく勝ちやすいっていうところで、手堅くこの台を選びました。平均設定が高いということでマタドールだったんですけども、うん、いいんじゃない。で朝一なんですけど、こちらマタドールガクンするんで、ガクンしましたね。でこちらは玉子市場家店さんは、まあ、前理性なので、まあ、おそらく同台も楽園するだろうということで、楽園チェックはせずこのまま打っていきたいと思います。で朝一の常連さんの動きとか見ていても、やっぱり朝一はリセット挙動だったので他の台も、マタドールリセットするんですねねえ、マハロとかもするんですかねポイントとしましては、ボーナス確率で見ていきます。当然高設定ほど、ボーナス出やすく、低設定ほど出にくいと、基本的にはそこで見ていきますね。であとはビッグ中のこのサイドランプの光り方だったり、ビッグ中なんや、レグ中か、
メグの時の光角だったり、ビッグ中のスイカですね、そちらの方に設定数ありますので、その辺を目安に設定カンパしていきたいと思います。こちらさん、閉店チャンスデッドで打ちました？また2回打ってるね。どうでした？まあ、1回目はめちゃ当たって、2回目は4000回転ぐらいで合算6のやつを、ゼロのやつ、うん、ゼロのやつですね、うん、よう分からんね、本当に。大きいスローはやっぱ分母大きいですからね。高設定6でもちょっとハマるとすごいことになってますからね。あれが出てくれるとこの狙い台の根拠も似てるようなところで選んでるんで、可能性はありますよ。やめようかな。俺左隣第三候補なんですよ。どっちか入んじゃないかと思ってるんで、左が良さそうだったらやめます。おお、危ね。お、光りました。これ光ったら当たりなんで。さあ、朝一ビッグですね。130ゲーム。今ビッグ終わりのこの光り方なんですけど、高速に点滅しながら今みたいに、終わると高設定の機体が若干アップすると。ただ数値として解析が確か出てないかったと思うんで、どれだけ出れば高設定かっていうところは分かんないんですけど、低設定だと割とこうふわーっと終わっていくような感じで、高設定になればなるほどこうピカ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 って光りながら、終わるような終わり方の最後出やすい。よいしょ。あ、ひろみさん、びっくりした。さあ、おっ、ビッグですね。41ゲーム。これが通常パターンですね。こうふわーっと出てくる。スイカ出なかったですね。2回引いてスイカ0。あっ、ボーナス同時当選期待度がありますんで、シェリーはこの第3停止離す時が熱くなれるポイントです。なしと。スイカとかシェリーでは結構同時成立するんで、この辺の子役が出た時はチャンスですよ。一発目のビッグはスイカから当たりましたんで。マタドール、ローリングスペシャルなんちゃらは言わないですね。ねえ、今溜めてたから言うのかなと思ったけど。サトシンがスーパーローリングアタック、なかなか当たらない。びっくりした。なるほど、ビビるぜ。さあ、またビッグ、267ゲームですね。で、こうピカピカ光った時にこうバーを目安に子役をフォローします。で、スイカが出ればスイカ。一ゲーレン、一ゲーレン来た。びっくりした。はい、ビッグ、よし、一ゲームです。いやー、来たね。うわー、来た。12ゲーム、早い。あ、レギュラー、いいっすね。素晴らしいよ。
でここのサイドランプですね、今上から下に来てるんで、上から下は偶数寄りの偶数設定で出やすい、で逆に下から上に上がるような光り方をすると、奇数設定で出やすい。でマサドールはそこの設定差結構でかいんで、5とか4はもう割ともう顕著に分かれますね、比率が。おし、さあビッグ94ゲームですね。いいね、また箱使います。10ゲーム、おし、レギュラー、いいね、もうボーナス確率が素晴らしい。レギュラー50ゲームです。50ゲームレギュラー、よーし、早いぞボーナスが。おー、レギュラーいいっすね。レギュラーはですね、たくさん出れば設定推測かなりしやすくなるんで、マタドールもレギュラー出た方がいいですもんね、どっちかというと。まあ構成ってこと比率はね高くなるからね、レギュラーも。今レギュラー4回引いて、このサイドランプの光り方ですね、下から上行くのが3回出てるんですよ。で高設定になればなるほどというか、4と5はめちゃくちゃ分かりやすく、4だとですね下から上が約 78% で出るんですよね。なんでもう物を下から上に上がってると設定4の可能性が高くなります。でこのままボーナス確率が良くて下から上が出続ければ設定4のこうで逆にこうどっちつかずになってくれば6の可能性も出てくるといった感じですね。で2だと下から上が6割ぐらいしか出ないんで、ここのねサイドランプの光り方はめちゃくちゃ設定差あるし、いいね、光るね。はい、ビッグ83ゲームビッグですね。ビッグ、さあ19ゲームでのビッグです。もう一箱勝ち盛りですね。今もうデータがすごいことになってますよ。今759ゲーム回してリグ7、レギュラー4、ガス代が69分の1と、すげえな。ということで、いやー俺光り物得意っすね。69分の1もうびっくりした、当たりました。おー、すごいっすね。115ゲームビッグボーナスです。よし、60ゲームビッグです。さあ箱目ももうカチカチっすよ。イエス、スイカ、これは6あるぞ。9の4、うわ、また来た、すげえ。うわ、また出た、3発。お、うわ、今ビッグ中にスイカが4回出て、今ビッグ9回引いてスイカが7ということで、これは掴んだんじゃないですか。ということは1日これですよね。だね、まあやめる理由はないよね今のところ。もうちょっとなってくれれば全然ありますよ、全然可能性ある。第3停止できましたね、第3停止で。レギュラー199ゲームです。あ、だいぶ遅かった。おい、あれ？ちょっと待って。次本気出します。あれ？違う。一コマとかそういうレベルじゃないぐらい滑った。なんかめっちゃすごい滑ってる気がするけどな。今度は早い。こんなバカな。
ちょマジ全然早いですね。あれやばい、ちょっと待って、やばいやばいやばい、え、マジなんで、オッケー、たまにありますよね、つぼに下から上、いやまた下から上か、おお、やったぜ、いえ、フーダンチェリー引きましたよ。さあ230ゲーム、ビッグボーナス、お、また後続点滅です。どれぐらいの割合で出るのかな、今10回ビッグ引いて2回後続点滅出ましたね。おお、ビクトー早い、3ゲーム、たまには赤狙いましょうか。おお、ビッグ、よーし、どんどん増えるな。はい、今ですね2000ゲーム回しました。で、ビッグが12回、レギュラーが5回で、ガスさんがですね117分の1ということで、若干ちょっとレギュラーが落ちてはきましたが、レギュラーじゃないや、ボーナス確率は全然問題ないんで、このまま打っていきたいと思います。で、あと他のところなんですけど、ビッグ12回引いて、ビッグ中のスイカが8回で、レギュラー中のサイドランプの光り方が上からが1回で下からが4回ということで、まあ、若干というか偶数寄りですね。で、今のところ設定推測すると4の5で、まあ、ボーナス確率とか数回確率見ると、まあ、6ももしかしたらあるかなっていうところで、まあ、今後ももうちょっと設定推測カンパしていきたいなと思います。はい、皆さんこんにちは。本日はですね、なんとなんとランチのくだりをお届けしようかと思います。で、本日来店してます、ゴールド玉越藤岡店さん、そちらのですね、お店の隣にありますお店に今日来てるんですけども、名前がですね、見てください皆さんじゃじゃん、めちゃくちゃ縁起のいい感じですよ。花蓮と書いて、カレンですよ。だから、まあ、今日本日は花々打ってませんが、大変縁起のいいお店ということで、こちらの、中華料理屋さんをですね、本日は私サトシが食レポしていきたいと思います。はい、それでは早速食していきたいと思うんですけども、まずは皆さんこちらサラダですね、これ普通あのサヤエンドウかと思うんですけども、なんとこれはスナックエンドウらしく、歯ごたえとか全然違うらしいんですよね。ちょっとこちらをまずはいただきたいと思います。いただきます。うん、普通のサイエンドウよりもやっぱり歯ごたえとしてサクサク、シャキシャキ、大変食べやすい野菜となっております。いや、もう一人暮らしでね、最近野菜取ってないんで、そういうのはね、ほんと僕にとっては嬉しいものです。じゃあ続きまして、こちらですね、メインですね、この卵の上にですね、豚肉を編んでかけてありまして、見てください、もうとろふわっすよ。じゃあじゃん。じゃあちょっとこれをね、早速食べていきたいと思うんですけども。いただきます。もう湯気がね、熱々なんですよ。うまい。うまいっすよ。これご飯にめっちゃ合いますね。うん。いや、うまいっすわ。なんか手料理感が非常に伝わって、手料理感が非常に伝わってくる味でございます。美味しい。お店に向かって手料理感。実際には花々とプラスこのカレンさん、縁起がいいこの組み合わせで、ぜひですね、勝利を手にしてください。
何今のどうですか、ブラチンで越谷さんも食レポをやってると思うんですけど。え、やってないよ。いや、すごいボリュームのいいお店でした。ね、美味しそうだったね。はい、あれまだ唐揚げもついてましたね。ああ、いいね。と思ったらリプレイ重複の当たってましたね、これやったぜ。なんだ、ああいうパターンもあんのか。なんかね、嬉しいね。よっしゃ、ナズキューリク。いや、今の嬉しいな。うわー、スカッタってか、スカッタってか、取りこぼしたーと思って、へこんだ瞬間当たりが確定するっていうね、気持ちいい。さあ、今ですね、4000ゲーム回しました。で、今のデータがですね、4000ゲーム回して、ビッグが19回、で、レギュラーが13回ということでですね、ビッグ確率が210分の1ぐらい。で、レギュラー確率が307分の1ぐらい。で、合算が125分の1ということで、ボーナス確率はめちゃくちゃいいですね。で、あとはビッグ中のスイカが19回ビッグ引いて11回と、まあ、これもうちょっと引きたいですね、若干弱い。で、あとレギュラー中のこのサイドランプの光り方なんですが、13回中上から下に行ったのが5回で、下から上が8回ということで、まあいい感じと。これも偶数寄りで、4よりも6に近い数字ですね。ということで、まあ、数字的にも全然問題ないんで、このまま打っていきたいと思います。リーク1個来てくれれば箱打ってんのにな。まあ、連チャンするときはね、バーって連チャンしますから。おい、来たー。よっしゃー、おら来たぜ。これはね、ビッグですよ。もう気持ち的にもうビッグ、完全にビッグ。おい、ふざけんな、バカ野郎。はい、レギュラー、94ゲームですね。下から上がっております。最近あのガチサバでジャグラーとか花々、まあ、今日も、マタドール打ってますけど、 A タイプ多いなって思ってる視聴者の方々多いと思います。やっぱりね、ガチで勝ちに行くってなると、この A タイプは避けて通れないですね。やっぱりそのデータ集めるときも、この AT、ART 機だと、まあ、グラフとか履歴見てもなかなかわからないですし、お店側が設定を入れてたとしても、それが設定入ってたから出たの、出た履歴なのか、たまたま引きが良くて、そういう高設定っぽい履歴になってるのかっていう見分けが、なかなかやっぱつかないんですよね。なんでデータを取るときもすごい大変なんですよ。それに比べてやっぱり A タイプっていうのは日頃からあのもうボーナスをメインで設定カバーできるんで、データ取りがすごい楽で癖が読みやすいんですよね。やっぱりなんだかんだ言って花々ジャグラーそういう A タイプは設定入ってるんですよね、ホールの中で一番割りを取られてる部分なんで、やっぱり勝ちに行くっていう時は、まあ、その辺の機種は避けて通れないんですよね。なのでただどうしてもこうやって動画撮る分ずっとそうやってノーマルタイムばっかり打っても面白さに欠けるんで、 AT、ART 機を触りたいなって常に思ってるんで、まずはですね、このノルマ6勝を先にちゃちゃっとクリアして、こういったアグレッシブに攻めれるような環境を作ってですね、皆さんがワクワクするような動画をお届けできればなと、そういうふうに考えながら実践しております。やっぱ荒々しいね。
そういうランプっていうだけのことあるぜ。そういうね、男らしい勝負がしたかったんだよ、僕は。男の勝負だ、この野郎。さあ、500ゲーム取った。来たか、今日も。得意だからね、はめるのは。さあ、今日はどこまで行くのか。おー、来たー。くねくね動いてたら光った。おっしゃ。あーどう決まりだな。596ゲームレギュラーですね。本当、はい、お決まりのパターンですよ。これが私、佐藤慎也です。さあ、実戦時間が迫ってまいりましたので、あと1回で終了ということで、今240ゲームほどはまってますね。いやー、ちょっとね、後半尻すぼみになってますんで、最後ちょっとサクッと当てたい。頼むよ、気合入れていこう。今日はね、結構まったり楽しんできたんで、最後はね、気合入れてガンガン回していきたいと思います。一打一打に気持ちを込めて集中して、このマタドールと向き合いたい。まあ、鼻鼻ね、以前使った音声認識機能をね、このマタドールでも使ってやりたいところなんですが、いかんせんね、そんな打ち込んでないんで。おーい、おーい、あと音声認識機能も使ってみました。きたー、ほら、出たー。なんでね、今日はちょっとその辺お見せできないんですよ。まあ、個人的にはね、多分ね、右側の方が比較的反応はいいかなっていうことは心の中では思ってるんですけど、まだね、ちょっと自信を持ってね、発表できないんだな、これが。いやー、ということでね、今ね、打つ手がない、正直。まあ、これ禁断の技なんですけど、本当禁断っすよ。もう俺、今日だから特別に教えますけど、普通ハナハナとか、まあ、ジャグラーとかね、光るとこ触るじゃないですか。まあ、ハナハナとかだったらここ触りますよね。で、ジャグラーここにあるんで、ここ吹いたりすると思います。で、だからといってこのマタドール同じようにここ触っちゃダメです。それはね、素人がやること。触るところはここっすね。ええ、これ禁断の技ですよ。今日しかやらないですよ、言っときます。はじめに禁断の技です。ここを触るとですね、非常に光りやすくなります。何言ってんだこいつ。これでもうおそらく、まあまあ50ゲーム以内には光るかと思いますね。はい、挙句の果てに下ネタです。胸元を触るとですね、非常に、まあ、台が興奮するんでしょうね。光りやすくなりますね。はい、すごく好感度を下げました。俺も近くでニーパン見たかったぜ。細い足が好きなんだな。うわー、びっくりした、来たー。おっしゃー、オッケー。あー、もう、まあ、いつも通りだよ、もう。はい、358ゲーム、本日最後のボーナスはいつも通りレギュラーということで、本日の実戦これにて終了したいと思います。お疲れ様です。ただいま実戦の方終了いたしました。で、まずはですね、収支の方発表したいと思います。本日の収支が、投資がですね、まず200枚で、回収が1450枚。ということで、収支がプラスの1250枚ということで、まあ、勝つことができました。で、これで、トータル収支もですね、マイナスがプラスに転じたかなと思います。はい、はい、それでは、本日1日打ちましたマタドールの結果を発表していきたいと思います。本日ですね、5844回転回しまして、ビッグが23回、レギュラーが19回ということで、ビッグ確率が254分の1、レギュラー確率が307分の1で、合算がですね
139分の1ということで、まあ、ここ設定に座れたんではないかと思います。ちょっと後半ビッグが伸び悩んだのが残念だったんですが、他の設定推測要素もまあまあよくて、特にサイドランプですね。サイドランプの光り方、レギュ中のサイドランプの光り方が、レギュラー19回引いて上から光ったのが8回で、下から光ったのが11回ということで、まあ、偶数寄りではあるんですが、4はもう極端に下から光るによるんで、まあ、この合算ボーナスの合算とレグ中のサイドランプの光り方を見る限り、まあ、6もあったのかなと思うんですが、ちょっとビッグ中の追加が若干弱く、ビッグ23回引いたんですが、追加が13回しか出ませんでした。追加確率が 42.46 分の1ということで、こっちが若干弱かったかなという感じですね。まあ、でもトータル的に考えても、まあ、4か6、まあ、奇数はないと思いますね。その辺に座れたと思うんで、まあ、狙い台的には間違ってなかったのかなということで、本日の実戦は終了というような感じですね。本日ですね、1日初めて来るホールだったので、ちょっとお店の傾向的にいろいろ自信が持てないところあったんですけども、おとといの夕方から下見して、あとまあ1ヶ月近くデータを取れてたので、まあ、その辺のおかげで、お店がまず前立制であることと、あとは日常的にこう前日回数がついている台の隣に入れやすかったりとかするところがあったので、その辺を含めて、まあ、今日は立ち回ることができました。で、まあ、座ったマタドールもお店が多分おそらくデータを見る限り一番甘く使っている、力を入れている機種だったんで、まあいい感じの台に座れたんじゃないかなと思います。で、正直 AT 機 ART 機も攻めては見たかったんですが、まあ、前日もしっかり設定使っているようなデータありましたし、ただですね、ちょっと稼働が平日そんなに強くないんで、その当たり台が明確に見えなかったんで、ちょっとデータの信頼度的になかなかちょっと攻めることができなかったんで、まあ、今回の立ち回りとか含めて、まあ、またこちらのホールさんで実践する機会があれば、まあ、今回得た経験値をもとにまた立ち回ってみたいなというふうに思います。で、今ですね、トータル7戦終えまして、まず5勝2敗ということで、ノルマ6勝ですね。あと3回中1回勝てばクリアというところまでこぎつけました。で、収支も、プラスにようやく転じたので、まあ、だいぶここ何回か、見てもらった通り、ノーマルタイプとか、ハイエナーゾーン狙い駆使して相当手堅く立ち回ってるので、その辺の結果しっかりついてきたのかなと思います。で、実はですね、今日6月6日撮影し、今終わろうとして締め取ってるんですけど、この後ですね、また別のホールさんに行って、明日またガチサバ、今度は第13回があります、撮影が。なんで実は2連戦なんですよね。なんでこの後また下見に行きますので、また明日はですね、しっかり勝って早々にノルマをクリアして、また皆さんに魅力的なですね、立ち回りや奇襲、そして僕らしい楽しくスロットを打つ姿をお見せできるように頑張っていきたいと思いますので、まあ、この今日の勝利を生かしたまま、また次回も頑張って立ち回っていきたいと思います。それでは本日12回がサバ、これにて終了です。ありがとうございました。はい、これで第12回目ガチサバが終わりまして、なんと5勝2敗あと1勝リーチとなりました。サマイもプラスになったからすごいね、きっちりしてますね。はあ、一時期2箱カチカチの下皿カチカチあったんですけど、まあサマエは終日、まあ、ちょっと次の日も撮影ありたので早めに切り上げたところはあるんですけど、まあ1250枚のプラスということで、まあけど今回は初実戦のホールでしっかりね、下調べした結果が見事についてきたってとこじゃない、ね、癖をしっかり読んで、まあ本当に愛知引っ越したいですね僕もこんだけなんか癖がしっかり出るっていうのもいいですね。まあ、ただオキスロにちょっとね、やっぱ、まあ、ウェイト比重がいくからね。そうですね、俺は別にいいですか。まあ別にあんまりスタタブ打たないと思うから、ね、全然東京でいいような気はするけど、まあそれでもやっぱね、あのガチプロみたいな人だった多分
名古屋はいいんじゃないのかなって気はしますけどね。いいですよね。そんなところで、まあ、あと1勝すれば、まあ、ミッションクリアということで残り2回は遊ぶと公言しているわけですが、じゃあ次勝ったら次また花かジャグで攻めてもらって、勝って最後こうなんかお見せしたい、なんか立ち回りがあるって言ってたやつを、ね、なんですかね、お見せしたい立ち回り、うん、個人的にはもう多分朝一またラブ城に行くんじゃないかな。ラブ城ですか。ラブ城かもしかたぶん今好きで打ち込んでる台に行くんじゃないかなっていう、やっぱ勝ちを目指してたらなかなか普段多分触れない台もあると思うから。そうですかね。 なんだろうな、それだと立ち回りじゃないからね、好きな騎士打ってるだけだから、ね、設定なんて知らないし、ね、ちょっと楽しみなんで次勝ってほしいですね。はい、というところで第12回目これで終了となります。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、当たった。ドヤ目です。見てください、ドヤ目です。ドヤ目が出たんでドヤ顔をしたいと思います。はい、ありがとうございました。